さて、今週も G1 の方をやっていくんですけども、マイルチャンピオンシップよろしくお願いいたします。マイルチャンピオンシップですね。で、その前に土曜かな、東京11レースに東京スポーツショーがあるんですが、ひとたたきして9番の里のシャイニングの調教が激変して A です。調教がひとたたきして抜群に良くなってるんで、ハンドでの反応がぜひ単勝から、まあ、そうですね。一番人気のクロワ・デュノワが人気かぶってますけども、調教師と騎手の方があんまよろしくないって言ってますからね。ここは佐藤のシャイニングのターンでしょうということで、ちょっと土曜日の重戦予想を絡めながらマイルチャンピオンシップに入ろうと思いますが、そのままよろしくお願いいたします。考えたんですが、このレースの展開予想をしてて、どう考えても直線でソウルラッシュが抜け出すと思うんですよ。やっぱり先行して安定して切れ味を使えるって意味では、この馬に勝るものはいないので、京都コースも苦手ではないですしね。それを目標に末足全開ナミュールがどう見ても刺すんですよ。なので一着はこのレースナミュールだと思います。クリスチャン・デムーロジョッキーが2週連続ってことですね。やっぱり切れ味が全然違うと思う。よく昔から牝馬特有の切れ味とかっていう言葉があるんですが、この馬の切れにソウルラッシュが持ちこたえられないと思うんですよね。なのでこのレース本命はナミュール、最高がソウルラッシュにしようと思うんですが、問題は同じくキレだけで言えばソウルラッシュをも上回るブレイディベイグがナミュールが突き抜ける展開で2着に来てしまうのが怖いんです。なのでこのレース3連単は1着ナミュール、2着ソウルラッシュ、3着セリフォスか3着ブレイディベイグというのが本戦で2点なんですが、一番怖いのはナミュール、ブレイディベイグ、ソウルラッシュ、ナミュール、ブレイディベイグ、セリフォスになるのが怖いんですよ。というわけでマイルチャンピオンシップの予想としては、第一本戦をナミュール、ソウルラッシュ、セリフォス、はい、ナミュール、ソウルラッシュ、ブレイディベイグの2点に資金の3割、ナミュール、ブレイディベイグ、ソウルラッシュ、ナミュール、ブレイディベイグ、セリフォスに資金の2割ずつ、合計10割の配分で3連単勝負としたいと思います。なるほどです。もう他はいらない、いらないって言うとね、なんかどっかからチャリーンという声が聞こえてくるんですが、まして海外競馬のに有効先生何どうしてんだって話になりそうなんですけど、チャリーン来ないかい、どうしてかって話になるんですけど、馬場が違いすぎると思う。あー、よく言いますもんね。日本の硬くてキレとスピードが要求される究極の馬場と欧米のマイルはやっぱり違うと思うんですよ。だから日本馬切ってるんです。馬場の違いなんですよ問題は。で、日本馬はやっぱり日本の馬場に特化して血統を更新してきてるので、やっぱり日本の馬場に向く馬っていうのは日本で良績を上げてる馬なんですよ。だからその良績がチャリンにはない。であればここは人気が少しでもそっちに行くのであれば、ズバッと切り捨てて3連単日本馬の組み合わせでどう勝負するかを考えた方が私は得策だと思うんですね。以上です。わかりました。では今回はですね、先生が印を打ってくださった馬を見たら、もういわゆる今までのマイル組ですね、本当に去年からずっと牽引しているマイル組にもう全体的に重い印を打つということで大丈夫でしょうか。はい、その組こそが日本のマイルのスペシャリストたちです。世界に誇る馬たちです。それを信じましょうと、日本人として。わかりました。ということで先生の今回の推奨馬は今まとめた画像が出てると思うので、まあ、こちらで活かさせていただきたいと思います。来週はジャパンカップとまた難しいレース、最強馬がいっぱいいらっしゃるので、そのあたりはちょっと先生のまた双眼を見て聞いてくださったらいいかなとは個人的には思いますね。来週はなんかすごいメンバーが集まりそうなので、ね、考え方は一緒ですよ、はい、日本の馬場っていうものをベースに置いた上で何をどう取捨選択していくかという、そういう話だとは思いますが、そのあたり聞きたい方はぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。いいねボタンもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。ありがとうございました。